緊急事態です。道開けてください。道開けてください。皆さん聞いてください。たった今肉食恐竜が脱走したという情報が入りました。繰り返します。肉食恐竜が脱走したという情報が入りました。肉食恐竜に遭遇したら絶対に走ったりしないでください。奴らは動くものを追いかける習性があります。そして目を合わせないこと。目を合わせると奴らは敵と認識され襲ってきますよ。何を見てる。おい、後ろからベロキラプトルが来てるぞ。そこからはディオリプスだ。みんな協力が離れてくれ。大変だ。現場に急行します。トリケラトプスからも離れてください。トリケラトプスはかなり興奮している。打ち上げでトリケラトプスを逃します。火を開けてください。大丈夫だ。小さな人が見る顔を見せてください。しっかりの気をつけるんだ。目を合わせてはいけません。全員無事だ。こっち行ってる。みんな奥まで行くんだ。さあ向こうへ避難してくれ。恐竜たちは戦いに巻き込まれる。さあ来てるぞ。さあ逃げるんだ。向こう側に逃げるんだ。さあ奥まで行ってくれ。カメラ撮ってる場合じゃないぞ。来るぞ。よし下がるんだ。恐竜から恐竜を取るんだ。大丈夫か。しっかり気をつけるんだ。姿勢を低く保て。姿勢を低く保つんだ。そしてじっとしてろ。走るんじゃないぞ。おお、尻尾にも気をつけるんだ。避けろ避けろ。来るぞ来るぞ。草にも気をつけろよ。草にお尻がはまるぞ。おい、来てるぞ来てるぞ。なんだ今度は。何の音だ。おい、この音だぞ。どうした。こんなところに。皆さん見てください。スピノサウルスです。こんなところに現れました。どうやらこちらの様子を伺っているようだ。でもこのフロアスペースにあるスピノサウルスはこちらに来ることはできません。それよりもちろんベロキラたちが興奮しています、ね、ラプトロたちが興奮している。さあ皆さんできる限りこちらに来てください。ヒロリクスから離れて。さあこっちだ。人間の方はこっちだ。大丈夫。おわっ、それよりちょっとでかいな。その頭の大きさからすると全長は尻尾を含め12メートルくらいになるかと思います。でかいでしょ。前の方は絶対に刺激を与えないようにしてください。後ろ大丈夫か。カメラに夢中になってる場合じゃないぞ。あんたの近くに来てるぞ。なぜ気づかない。どうやら高圧電線を警戒しているようだ。あっ、奴らが向こうに行ってるぞ。ヒロリックスたちが向こうに行っている間にこちらに集まってください。さあみんな避難してくれ。その空いたスペースを埋めるんだ。人間の方はこちらに避難してくれ。奴らに気づかれないように。さあこっちに来るんだ。よし、いいぞ。うん、飛ばず安心。もう近えな。でも大丈夫。スピノサウルスは高圧電線があるかりこちら側には来れない。刺激を与えないようにしてくださいね。前の方、あんた何をしている。ドリンクを与えてる場合じゃないぞ。逃げるんだ。あ、なんだ。あ、どうやらスピノサウルスはこのまま退散するようだ。あ、前の方はそっとしておきましょう。手を振るんじゃない。刺激を与えてしまうだろう。後ろ、なんであんたが手を振ってる。さあラプトロから離れるんだ。大丈夫か。ベンチの方はベンチに座ったままにして。よし、バイバイじゃないだろう。見てみろ、あんたを見てるぞ。おい、あんたを敵と認識してるぞ。来たぞ。おい、ラッポロたちもこっちに突っ込んできてる。挟み撃ちだ。後ろ気をつけるんだ。気をつけろ。
奴らを檻に誘導します。現在のジュラシックパークは大変危険です。まだどこかに逃げ出した恐竜が潜んでるかもしれません。この後も十分注意してください。それでは安全へのご協力ありがとうございました。Thank you.